武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は昭和大学の勉強について話していきたいと思います。昭和大学医学部に関してはまた別の動画がありますので、そちらをご覧になってください。まあ、医学部以外の、学部ですね、歯学部、薬学部、保健医療学部ですね、それぞれの問題となります。でこちらの問題ですね、まあ、英語や数学、まあ、理科もですけど、まあ、共通問題部分と選択問題部分が、科目によってあるような形となっております。だから、まあ、大部分は共通となっておりますので、基本的な対策は大体どこも一緒となっています。まあ、そんな、昭和大学の、入試問題ですが、英語、数学、物理、化学、生物とありますので、自分が見たい科目を選択してください。